7. 三角柔道。7. 三柔道。七丁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 柔,柔道は、北海道大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、九州大学の旧丁大の柔道部で行われている、寝技中心の高専柔道の流れを組む柔道である。七大柔道とも呼ばれる。 現在オリンピックや全日本選手権で行われている、行動間の柔道とは全くルールが異なる、世界唯一の非常に特殊な柔道である。結出した、高線柔道の寝技技,技術は、現在の行動間柔道のみならず、ブラジリアン柔術や、総合格闘技、サンボなど他の格闘技にも、大きな影響を与えている。なお、 行動館や全日本柔道連盟から独立した流派団体として7定柔道が存在するわけではない。7大学の柔道部は行動館参加の全日本学生柔道連盟に加盟しているし、全柔連第四大会長の宗岡昭治は東大柔道部出身である。高専柔道の誕生は1898年、明治31年。 現在の7定柔道に至るまで100年以上の伝統を誇る。現在7定柔道を行っている7大学の前身は帝国大学のうち日本本土に設置されていた7大学で戦前行われていた高専柔道大会を主催していた帝国大学柔道連盟、帝大柔道連盟である。戦後の学生改革により旧制高校が消滅したため、 高専柔道 OB の97、帝国大学柔道部員たちがルールを引き継いで、始めたのが7定戦である。毎年1回、各大学持ち回りで開かれ、7年に一度地元開催となる。現在では、全国7大学総合体育大会、通称、7定戦、7対戦の1競技になっているが、もともとはこの柔道の大会だけが行われていた。他の運動部が真似て徐々に、 定期戦を開き出したのを統括したものが全国7大学総合体育大会となっている。他の運動部はもちろん普通のルールで競技を行っているため、総合体育大会とは言っても、柔道だけは他の部のそれとは全く性格をこととする単一の競技である。この7定柔道を扱った文学作品に、増田都也の自伝的小説7定柔道記、 角川書店がある。前身である、高専柔道を扱った作品に、井上康氏の自伝的小説、北の海、新庁舎がある。ルールの最も大きな特徴は、寝技への引き込みが認められていることである。普通の柔道は投げ技をかけても釣れた時のみに、寝技への移行が許されているが、七低柔道では自由に寝技に行ける。そのため、試合が始まるや、 立ち技をかけることなく、どちらかが引き込んで寝技になることが多い。もちろん立ち技で投げれば、投げの一本勝ちも認められるので、立ち技の強者が活躍することもある。このように寝技に特化していったのは、15人戦という多人数のチーム編成のため、各大学、戦前は、旧正高校とも白帯を多数入部させ部員の半数近くが、 大学から柔道を始める初心者で占めること大きな理由であるとされる。寝技は立ち技よりも添付の際に左右される部分が少なく、かつ短期間で技術の向上ができるため、高専柔道以来、寝技中心に移行していった。そして寝技の技術が異常に発達していく。例えば後にプロシュートに転校して活躍する中井勇気、後も大学から柔道を始め、 わずか4年間の練習で突出した寝技技,技術を身につけ、後にヒクソングレーシーと戦うようにまでなる。高校まで全くスポーツ経験のない小柄な選手が高校時代に実績を残した規制の有名選手を卒業時に実力で抜いてしまうこともよくある。これらは寝技が研究と練習によって進歩できることを証明している。サッカーや野球。 テニスなど他のスポーツからの転校組も多く、各大学とも新入部員の3割から5割を柔道未経験組が占める。現在の行動間柔道で寝技への引き込みが禁止されているのは、戦前、高専柔道の強豪校の一つ六校が、警視庁との団体戦で圧勝したり、行動間紅白試合で寝技に引きずり込んで大勢を抜き去ったりる事件が続出したためである。 この高線柔道の寝技変調の姿勢を嫌った、行動官がルールを変えてまで寝技の封じ込めをしてしまった。いかにかつての高線柔道の寝技技術が突出していたかがわかる。現在、行動官柔道やブラジリアン柔術、総合格闘技、MMA などで使われている三角締めや袖車締め、オモプラッタなど各種締め技、関節技の多くは、 もともとこの高専柔道で、旧正高校生や、定大生よって開発された、新技術であった。また、現在の柔道では禁止されている足への関節技、膝十字なども、高専柔道で開発された、新技術であった。その新技術開発合戦は、とてつもなく高いレベルで争われていた。高専大会には、毎年各校が新技術を引っ下げて出場した。 戦後の7低柔道でも、SRT、スーパーローリングサンダー、遠藤返しなどの新技術が多く開発されている。また、寝技技術が結出しているが立ち技を禁止している。ルールではないので、高校時代に身につけた立ち技を武器に戦う選手もいる。そういった選手は、寝技でも自信をつけることによって、投げてもつれて倒れた時に、相手の下になったりすることを怖がらなくなるため、 帰って立ち技の切れ味が増すという。試合は15人の団体戦で、勝った者が勝ち残り、次の人間と戦っていく、いわゆる抜き勝負である。高専柔道と七低柔道が、寝技中心の技術体系になっていったのは、立ち技、投げ技は何かのミスで投げられて失点することがある、ことも一つの理由である。試合時間も、一般の柔道のそれより長く、 先方から3勝、13番目の選手までが6分、副賞と大勝は8分である。有効や効果といったポイントはなく、勝負は1本ガチのみによって決する。1試合終えるのに2時間以上かかる。寝技で硬着しても審判は、待てをかけないので、延々と寝技の攻防が続く。場外という概念がなく、試合者が会場の縁で攻防していると、主審に、 そのままと試合を止められ、試合上中央で同じ体勢に組み合って試合再開となる。15人を終えて、対象決戦になり引き分けになると、両校が代表選手を選んで出し、8分の代表戦を行う。これも引き分ければ、また代表を選び代表戦を延々と繰り返す。何度でも勝負が決するまで繰り返し続けるが、試合会場の使用時間の関係で試合を打ち切る。 場合がある。昭和39年の第13回大会の決勝戦、北大 VS9 大がそうであった。この試合は代表戦を繰り返し、延々4時間以上かけて、深夜10時を過ぎても決着がつかない主投となり、大会初の両校同時優勝が決まった。これはもちろん戦後の柔道試合の最長時間記録であった。以下は7定戦審判規定の全文である。 7大学柔道大会は昭和27年に始められた。7大学柔道大会の母体とも言うべきものは第二次大戦以前から高専柔道大会という形態で行われていた。現在国立7大学は北海道大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、九州大学で構成されている。 輝かしい伝統を持ち、環境のよく似た大学に在学するなら大学柔道部員が1年間研究に、研究を重ね期待に鍛えた技と力をお互いにぶつけ合うために本大会は毎年1回開催される。本大会を通じてお互いの切磋琢磨によって日本の学生柔道を牽引していくような立派なな、大学柔道を作り上げていかなければならない。 柔道を学ぶ中で絶えず心身練馬、自己収容を心がけることは取りも直さず7、大学柔道の発展に寄与することである。柔道は立ち技と寝技を同等に習得して、初めて完成されるものである。この意味で7大学柔道は、寝技の実力向上を大きな目標としている。本大会において、第3回大会以来、引き込みを認めているのはこのためである。 また、試合の進行を円滑にし、実力を十分に発揮させるために、場内外の規定を弾力的に運用する。各合を者は本大会の趣旨をよく理解して、正々堂々と試合することを心がけねばならない。15人の抜き勝負のため、その夫人が、勝敗の重要な鍵を握る。各大学は、試合ごとに、お互いに、先方から対象までの15人の夫人票を、 審判部に提出する。こちらの分け役を相手校の抜き役にぶつけると有利に試合を進められるので、ここは両大学の監督の読み合いになる。各大学は抜き役、相手に勝ちに行く役と分け役、どんな相手に対しても引き分けに行くの役割を分けて、選手を育ててきているので、一人数とが同じように責任を持つ。抜き役は必ず取らなければいけないし、 分け役は必ず引き分けなければならない。分け役の一引き分けは、つまり抜き役の一生に相当する。全員がチームのために自分を殺し、その役割に準ずる。抜き役と分け役には上下関係、つまり上下の区別は全くなく、共に敬意を払い、互いの役割を果たすことによって、チームが勝つのだという意識を共有している。 むしろは契約の方が抜き役よりも重要だという意識が7低柔道では高い。7、三角柔道はむしろサッカーやアメフット、バスケットボールなどオフェンスとディフェンスの役割分担を持つ球技に近いイメージもある。これが球技から7低柔道に転向する選手が比較的ルールに馴染みやすい理由の一つとなっている。抜き役の中でも 特に強い選手を巨大戦艦になぞらえて、超度級と呼ぶ。戦前の高専柔道では全日本で優勝した六、高、京都帝大の野上里島武氏、拓大ヨ科の木村正彦らがいる。日本柔道史上最強と歌われる木村正彦は、その寝技,技技技術で、エリオグレーシーの寝技を追った。戦後の七停戦でも三本松新、東大、岡本慶、京大、 川西正人、北大、海康介、旧大ら多数いる。優勝校には、文部科学大臣杯と優勝旗が手渡される、昭和56年から平成2年まで、兄弟柔道部が十連覇した。当時は、アメフト部が人気で、高校で柔道の実績がある重量級を抜き並み、さらわれ、柔道部は、小型化していたが、その中での十連覇は異様である。 抜き役にそれほど目立った選手はいなかったが、絶対的な分け役を多数揃え、失点を抑えることによって優勝を続けた。京大の快進撃が続く中、東大が寝技重視の七定ルールに異議を唱え、国際ルールへの転換を言い出した。これに、阪大も傾きかけたが、京大、明大を中心に、北大、東北大、九大は、この東大提案を預けた。 毎年のようにこのルール問題が討議された。東大は、実際に練習を普通の大学のように、立ち技編長へと転換し、強力な立ち技を持つ、新入生の多数が入部し、ますます国際ルールに傾いていく。そして、まず、京大との定期戦が中止となった。東大は、平成3年、ついに脱退する事態に至った。その後、 平成13年東京大会から東大は復帰し、現在は伝統の東大 VS、京大の定期戦も復活している。バーリトゥードジャパンオープン95でジェラルド・ゴルドーと死闘を演じ、右目を失明しながら勝った伝説の元シュートウェルター級チャンピオンの中井勇希は北海道大学柔道部の出身である。白帯で入部した中井だが、 練習量と精神力で粘り強い寝技を身につけ、ちょうど級選手として鳴らし、4年生の最後の7、停戦で優勝を遂げると北大を中退して、プロに転校した。中井は現在、ブラジリアン柔術に転校し、日本ブラジリアン柔術連盟会長を務めている。7、三角柔道出身の格闘家には、プロシュートの山下志向、北大 OB、大河道場の大河幹を、 九大 OB、チームレグナムの入り木秋久、半大 OB らがいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。